are from Japan. We lived in Shanghai for 8 years. We love eating noodles. 中国には1000種類の麺料理があるんだって。あきら、うん、どっちがたくさん種類を言えるか競争しよう。オッケー。レディーゴー。炸酱面、阳春面、热干面、姜饼面、臊子面、担担面、油泼面、拉面、重庆小面、拉面、刀削面、拉面。オッケー、わかった。一番大好きなのはラーメンでしょ。今日は本物のラッシュラーメン連れて行くよ。レッツゴー。これなーに？麺の太さと形が何種類もあるの。お店の職人さんに見せてもらおう。私と同じぐらいの髪の毛の細さだね。これ食べたい。中国の麺を食べる文化は漢の時代からです。2002年、考古学者が4000年前の丼に入った麺を発掘しました。このことから麺は中国発祥と言われています。皆さんはラーメンは好きですか？